弦楽四重奏曲は、弦楽四重奏による楽曲を指し、室内楽に分類される。構成は、基本的に、旧館毎級の4楽章からなり、第1楽章は、その他形式である。アレッサンドロスカルラッティが、四重奏、ただし、通奏低音抜きでというジャンルを開拓したのが弦楽四重奏曲の、始まりである。以後多くの作曲家がこれに習って作曲した。 その中でもハイドンは、これの確率に多大な貢献を行い、弦楽四重奏曲の父とみなされている。ハイドンの初期の作品では、現在の弦楽四重奏曲の形とは、幾分異なった形式で書かれており、最低音がチェロでなく、バッソと記されている、メヌエットが2つあって5楽章形式になっている等が見られる。その後4楽章構成となり、 太陽四重奏曲では最低音がチェーロと明記され、ロシア四重奏曲で現在につながる古典的奏な形式の形が定まった。ハイドン後期の作品は現在でも作曲の基盤とされ、この様式で作曲を学ぶことになる学習者は今でも多い。その後、ベートーベンが奏源期にラズモフスキー弦楽四重奏曲でプロの演奏家が 演奏会のために演奏する曲として確立し、さらに晩年には、プロの演奏家が何年もかけて研鑽するべき、崇高な作品を残したこともあって、公共曲やピアノソナタと同程度に重要なジャンルとみなされるようになった。しかし、ベートーベン以降のロマン派の時代には、シューベルトとドボルザークを除いてあまり数多くは作曲されていない。 ベートーベンの後継者と評されるブラームスでも3曲、作曲しただけにとどまっている。より近代に近い世代のレーガーは6曲を残した。このようなベートーベンの重圧による加作の時代があったが、その間に決して弦楽史重奏曲が重要なジャンルとみなされていなかったわけではない。例えば公共曲やピアノ・ソナタのような古典的な音楽には、 否定的な意見を持っていた、ドビュッシーですら、弦楽四重奏という、古典的なジャンルで、一曲だけだが、都端調の四重奏曲を発表している。もっとも、後に、ラベルが、恩師ホーレに捧げた四重奏曲同様、ドイツクラシックのゴンゲのような調整音楽上の、このジャンルは、形式上はその定裁を保っていたとはいえ、印象主義の時代にはすでに古典的な形式の、 高齢とみなされていたことが伺われる。両者の作品は、ソーセージのような扱いになっており、録音の際は、カップリングされることが多い。近代では、バルトークが6曲の弦楽史重奏曲を作曲し、高く評価されているほか、シンウィーン学派もこのジャンルに、重要な作品を残している。その後も、トッフホ、ミオーショスタコービチらはこのジャンルのために生涯をかけて、 多くの作品を残した。第二次世界大戦後の前衛の時代においても、ベリオ、ブルーレイズ、ノーロなどによって無視できないジャンルとみなされた。シュトックハウゼンは、このような古典的なジャンルとは、一切関わりたくないという創作態度であったものの、結局は、アルディッティ言学士重装団の移植に、ヘリコプター付きとの条件付けで作曲した。21世紀を迎えた現在も、 このジャンルへ挑戦する作曲家は後を絶たない。前述のシュトックハウゼンのように、弦楽四重奏プラスアルファといった形態の作品も目立って増えるようになった。シルバーのブッソッティのグラム氏の趣旨、ボルフガン・グリームのリトゥランブは弦楽四重奏とオーケストラのための作品である。ありがとうございます。